皆さんこんにちは。さあ今日は僕はですね、稚内市はだいぶ町の外れに来ているんですが、はい、あの後ろこれご覧ください。僕の真後ろの方にはですね、こんな感じにもうすごい巨大なね風車が、はい、あります。だいたいねこの風車の大きさが60メートルちょっとあってね、この場所はすぐその風車の真下まで行ける場所となっております。まあただここは観光地かどうかっていうのは少しね怪しいんですが、少なくともちょっとこれ、通行止めとかなんかこう一般の人立ち入り禁止っていう風になってるわけではないので、多分ねこれ、あの一般の人が入って写真とかなんか撮る分には多分問題ないとは思うんですが、まあとりあえずね、ちょっとその辺見ながらねやっていきましょうか。で今日はですね、こちらですね、はい、ちょっと今カメラ前に向けますけど、これですね、はい、モザミニ P とあとこのレンズですね、いつもだったらね SEL1018 なんですけど、今回はね SELP の、18105G ですか、これを使ってねちょっとねこの辺の風景をね撮っていきたいかなとね思っています。でまあモザミニ P は非常に小型のね、ジンバルなんですが、なんとこの α6400 とこの2つの組み合わせでもねバランスが取れて多分運用できると思うんですよね。なんでね、今日は、まあ、この風景も撮りつつこのジンバルとこのレンズのね、組み合わせっていうところも、まあ、ちょっと見ていきたいかなと思います。それじゃあちょっと、このカメラの方に切り替えていきましょうか。はい、カメラを α6400 に切り替えました。でさっきね、解説した風車なんですが、はい、こんな感じに、ね、なっております。すごい巨大でしょう。でこのレンズがあるとこんな風にね、はい、ズームで詳しくね、皆さんにこの風車の姿を見せることができます。どうですかこれ、すごい巨大でしょう。近くで見るとねもう本当にねこの首が痛くなるくらいのサイズ感なんですよね。はい、今ちょっとまた広角に戻しますと、ちょっとこの風車の周り歩いてみましょうか。で本当はね今日は結構風が強いんでね、これが回ってるはずなんですが、まあ、残念ながらねちょっと今これメンテナンス中みたいでね、あのちょっと回転はしないんですが、こいつがね回ってるとねすさまじい音をね鳴らすんですよね。で一応これね柵がついてるんで、まあ、ちょっとこの柵の内側には、まあ、行かないように、はい、ちょっとね、こう気をつけながら歩いていきましょう。そしてもう本当にすごいサイズなんで、これをね、撮りながら回るのももう結構ね、大変です。もうジンバルカタカタ言ってるけどこれ大丈夫かな。はい、こんな感じでぐるーっとね一周回っています。すごいですよね。もう本当なんだろう、ガンダムくらいの大きさあるのかな。あ、でもガンダムの方が小さいかな。あっち28メーターぐらいだけどこっち60メーターぐらい確かあったはずなんですよね。はい、ということでねこうぐるっと半周してきましたが、どうだったでしょうか。ちょっとカメラの方を正面に向けて、はい、じゃ次ちょっとね反対側の方、向こうはねあの元気に回ってる風車があるんですよね。はい、回るとねあんな感じに見えます。さあちょっとこいつをこの便利ズームで寄ってみましょうか。ちょっとガクッとなってごめんなさいね。はい、これが最大の105ミリで現在ねこの回ってる風車見てもらってるんですが、どうでしょうか。まあ、かなりズームがしてるんでほんのちょっとで、ね、あの手前で動かすだけでもすごいあれですね、動いちゃいますね。少し外してこのくらい30ミリくらいにしてみますか。さあどうでしょうか、この景色、雄大な景色と風車が立ち並んでおりますが、この周りはですね本当にこうぐーっと今ターンしてますけど何にもない、本当に原野が広がってるっていうんですかね、うん、そして向こうの方にはですねこう道路があって、でさらに右の奥の方には もっとたくさんの風車がね立ち並んでいます。こういった景色ってなかなか北海道でもね珍しいんじゃないかなって、はい、思います。まあ決してこの他の場所でもないわけではないんですが、まあ、結構ねあのレアかなってね僕は思ってますね。今ちょっと反対側の方にまた向けると、向こうの方にはですねあの僕の指の方向にはですね大沼っていう沼がありまして、ちょっとこっからじゃね沼の様子は分かりづらいかな。あの前回なんちゃら公園ちょっと名前を問わせちゃいましたけど、その公園に行った時にはその沼をねちょうど
真下から見下ろすような場所だったんですけども、ちょっとねこっからじゃああれですね、様子は分かりづらいですね。でまた広角に戻して、はい、18ミリと、はあ、どうでしょうか。この辺はですね、僕はたまにね来て、まあ、動画撮ったりとか、あとまあなんか適当に考え事する時も来たりするんですが、本当に人混みとかそういったところとは無縁の場所で何にもなくてね、うん、まあ、少し寂しいですけどね、寂しいですけども、まあ、なんだか、うん、これはこれでいいのかなって思います。あ、そして今これ向こうの方にこれ見えますかね、またズームで寄りますけど、今日は天気もいいんでね、ほら利尻富士、利尻山がね綺麗に見えてますね。あ、こういう時はこのズームがあるとね便利ですよね。今僕の手の向こうの方にね利尻山がうっすらと見えてます。まあ、ちょっとガスかかっちゃってるからどうかな、皆さんの皆さんの目にはねどう映ってるかわからないですけど、はい、綺麗にね見えてますね。さてこの場所の全容なんですが、こんな感じになってるんですね。今ね見た風車がこれで、で、今ねここが夜になるとですね、この風車全体がこのライトですね、はい、ここのね、スポットライトで緑色に照らされたりしてね、すごく幻想的な、風景がね見えたりもします。で、あそこに僕がさっき乗ってきたバイクがね映ってますね。で一応ねここはここ右にね少し歩くことはできるみたいなんですが、向こうの方にねゲートがあって、こっから先はね一応立ち入り禁止みたいなんで、まあ、その直前まで少しね歩いていってみましょうか。さあ今このモザミニピーでね18ミリっていう、このレ18-105かのレンズなんですけど、これ大丈夫かな、ロール軸とかカタカタいってないかな。さあさっきの場所よりかはこの大沼の風景っていうのがわかるかと思います。ここでもう一回寄ってみましょうか。はい、こんな感じにねすごい大きい湖がね、こう広がってるんですよね。そしてその向こうにもね、原野があって、あの原野もね近々ね動画撮りに行きたいですね。向こうにはねもっとたくさんの風車がずらーっと並んでて、まあ、それはそれですごくね眺めがいい場所となっております。今日は天気もいいしね、風もそこまで強くないんで、もう絶好のね動画撮影日和となっています。はい、さあということでね、アスタリートではありましたが、このね街の外れにある風車どうだったでしょうか。非常にね、面白い景色っていうんですかね、風景が見れる場所なんで、ぜひね皆さんもこう稚内に観光に訪れた際にはね、一度立ち寄ってほしい場所ではあります。でこの場所自体なんですが、ちょっと分かりづらいんでね、動画の概要欄の方にね Google マップの場所共有のねリンク貼っておきますんで、ぜひねそちらの方でもねチェックしてみてください。そしてねこの、モザミニピーとね18-105のこのレンズ、とってもね、今回使って、まあ、軽くですけどね使ってみてね使いやすかったです。でこれからもねこの組み合わせとかでねどんどん稚内のいろんな場所を撮っていこうと思うので、ぜひね次回もご覧になってください。ここまで見ていただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。